おはようございます。速稼塾の久保です。今日はあの暗号通貨ニュースをね、そういえばしてなかったなと思うんでお届けします。まあ、経済制裁はハッカーで禁作というタイトルでお届けしますけども、もうちょっとね、分かりやすく言うと、北朝鮮が実はですね、仮想通貨で資金集めをしているということが、まあ、前々からちょっとね、耳には入ってたんですけども、確かになというところが増えてきましたんで、まあ、そろそろね、皆さんにもお知らせしておきます。北朝鮮からですね、ミサイル発射とか強烈な発言とかでドルとか円が、まあ、下落してですね、一時109円56銭とかになってますよね。で、市場の不安が高まっていると報じられているんですけども、まあ、ここのところのね、仮想通貨市場の大荒れ、これもね、鑑みていくと政治的な背景に翻弄されているのが、まあ、本当のところかなと思います。中国の話っていうのはどこでも目にすると思うんですよ。中国、まあ、でも昨日もお伝えしましたけど、中国のですね、四大銀行が、習近平国家主席の指示でですね、まあ、北朝鮮のお金を引き上げさせろというような指示も出したぐらいなんで、北朝鮮マネーの、ね、排除の動きも出てきてるんではないかなと思うんですけども、まあ、でもね、中国の話では結構皆さん目にすると思うんですよ。だ、今後はですね、経済制裁を受けて外貨を集めることができない、あ、エイジさんおはようございます。今後は経済制裁を受けて外貨を集めることができない北朝鮮の話に、ね、注目していった方がいいかと思うんですよ。まあ、否定はされているんですけども、ハッキングでですね、仮想通貨を獲得している話とかもあります。しかも北朝鮮のハッカー集団はかなり優秀なんですよ。うん、で、仮想通貨をハッキングしてアルトコインに交換してドルなどの外貨に変えているということが、ね、どん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 起きています。まあね、皆さんはね、今後市場の混乱をどう読み取っていくのかっていうことなんですけども、このですね、北朝鮮にものすごくね、優秀な、ハッカー集団が集まっていて暗号通貨を操っているってことは無視できないと思います。まあ、なぜならですね、暗号通貨で一山当てたい人がもうその市場を失ってすでに、で、北朝鮮の方にですね、買収されててから勤務してるわけなんですよ。北朝鮮に雇われて、で、北朝鮮の資金源として、暗号通貨、仮想通貨を、まあ、運用しているということなんで、まあ、とある有名なコインで集めた資金も流れているんではないかなと予測をする人もいるぐらいなんですよ。で、東南アジア一帯で流行らせようとしているコインのうちのいくつかがですね、そうなっている恐れがあります。ただもう確定的なことがわからないのと、今度本当に確定的なことが分かったら私は放送できませんから命を狙われて拉致されますんでね本当にそのぐらい一国の経済を、まあ、一国の経済に踏み込むってことは命がけなわけなんですよ。とても危険なんで、こうやって私がね、ヨタ話をしてるぐらいがちょうどいいですから、あの半信半疑のぐらいの中から真実の情報を読み取る、受け取る力、この受信力っていうのをね、皆さん一人一人がつけていくことでしか我々は判断できないと思います。どれが本当の状態か分かんないっていう人はもう情報をね、もう漁るのをやめた方がいいです。どれが本当の情報か分かんないに決まってるじゃないですか。それをこれだって決めるのは自分の意思ですからね。で、決めたものを発信するわけですから、そして決めたものに従って行動するわけですよ。で、そういうふうに自分で決めたものの中には間違いもありますから、当然だから間違いを受け入れながらやっていかないといけないですよね。パチンコ禁止ですか。僕もパチンコやったことないんですよ。パチンコ屋は経営したことあるんですけど、自分でやったことがないというねあ、関さんおはようございます。関さんね、ほんとおめでとうございます。23日ですよね。うん、素晴らしい。いや、僕もね、先に席を入れたものです。私の入籍はね、12月25日というね、結構おしゃれな日を選んだんですけどねちょうどなんか16日にこう告白して25日に入籍というすごいですねまあ、そんなスピードがあるのが速稼塾というね、告白も早いというね、入籍も早いという全部気が早いですけどね。さあ、じゃあ今日も日当300万目指していきますか。ビル・ゲイツね、追い抜いて、まあ、私はその辺のね、缶ビールを追い抜くぐらいがちょうどいいかなと思いますけど私は缶ビール今日飲もうかなと。早いっすね。僕もね、まあ、そうなるんじゃないかなと思ったんですよ。だいたい長く付き合った人とは何も起きなくって、そういう話題にならなくって、あ、なんか出会った時にピリッときたんですよね。あ、この人だなと思ってね。あ、どうもおはようございます、持田さんそうなんですよ、すごく早かったですよね。私本当にね、いくつだったかな、雇用をし本当すぐでしたね。すぐ出会った瞬間に多分この人だろうなっていうふうに、本当生涯初めてそういう感覚がありました。で、こういう話をよく聞いたんですけども、あ、自分もその手だなと思いました。みんなじゃないですよ。みんなが
結婚する相手とか運命の人すぐ気づくわけではないと思うんですけど、私は結構それが分かる方だったんですよね、うん、感じる力、はい、その通りでございます。感受性と言いますかね、感じる力ですよね、うん、なんか理屈とかなんとかではないと思うんですけども、多分今までの人生経験とか学習がで第六感というものにたどり着いたんだと思うんですよ。感が働くようになってきたというかね。だから例えばね、まあ、関さんも言われてましたけど、人の声を聞いたら信用できる人がどうかなっていうふうに判断できたりっていうのもあるんですよね。あ、エイジさんそういう方もいるってことで、私はそういう部類だったです。なんかでこれね、あとちょっと変な言い方なんですけども、結婚することによって相手の力で自分を幸せにさせてもらおうというよりも、この人のために尽くしたいという気持ちの方が強かったから私は決めたっていうところもあるんですよ。だからね、例えば、まあ、女性の方でも男性の年収気にするのはもう当然そう分かるんですけども、いや男性の年収が低かったら自分が年収作り出せばいいっていうね、その男性のために生きていこうっていうふうにすれば、その男性はもう感謝してむちゃくちゃ働いて稼いでくると思います。本当に男性にしてもそうですよね。女性に例えば家事とか子育てを期待するんではなくて、自分が率先してやるとそれ釣られてやりますよね。だからやってほしいことはまず自分からやってみる、もう本当にそれに尽きると思いますし、社員がいた頃もそうですけどね、私が会社をやって社員がいた頃も10人でやるプロジェクトが生まれたら10人の一人一人が10人分やってやるって気持ちでね、他のやつは寝ててもいいから俺が一人で片付けてやるぐらいの番長根性って私は名付けてましたけどね、そういうのを持てばいいんじゃないかなと思うんですよ。なんで番長根性っていうかと、まあ、古い制度なんですけどね、私の時代もあったんですけども、なんか学校にね番長ってのがいるわけですよ。かっこいいでしょね番長ってのはもう自分一人でもうなんかね、殴り込みに来た善意をぶっ潰すぜみたいな感じで戦闘機って言ってくれるわけですよ。戦闘機っておわやって。でもせこい番長ってのは行けーってわけですよ。で番長ってのは戦闘機ってもうパイプで殴られようがどうしようがゴルやーって根性出して行ってくれるから、みんなついてきてくれるわけじゃないですか。でそういう風な気持ちをやっぱり番長根性をビジネスの場でも出せるようなね、日本男児が今だからこそ求められるんではないかなと思いますよね。人影から石を投げるようなねことではなくて、何かをしてもらったら何かをしてあげるんではなくて、もうある意味後先考えずに飛び込んでいくと、やばいところに真っ先に飛び込んでいくことが強さですからね。生き残っていくこととか弱いものを食い物にするのが強さではないですから、一番やばいところに真っ先に飛び込む人が強さですからね。これが速化軸精神でございます。でもだからね、獅子類々でございますよ。もう無傷では成功できませんからね。はい、本日の暗号通貨ニュースはちょっとね、話題がぐっと変わってしまいましたけども、以上でございます。あ、エイジさんありがとうございます。まあ勝手な考え方をね、申し上げましたけども、聞いていただいてね、本当感謝でございます。今日は暗号通貨ニュースだったんで、途中ね、後半の方話題がおかしくなっちゃいましたけどもまた見ていただければと思います。はい、それではですね、放送の方は一旦今日は午前中の放送終わりますんで、もう7時になりますんでね、今日も一日、ビル・ゲイツ目指して頑張っていきましょう。失礼します。